遠征しますと、次に演奏していただくのは、皆さんご存知のことをつかめていますか？何でしょう？三振、そうですね、三振です。この二人は、ナイチャー・ヒオーさんと、沖縄風の音楽を演奏しています。パッと見ると、沖縄の人かなって思いましたけど、そう聞かれることが多いんだそうです。でも、二人ともメンバーは、鳥取県産の、外物入りグループでしたね。はい。はい。ということで、素敵な演奏が聞けると思います。どうぞお楽しみください。72年に沖縄が返還されて75年に
海洋博かな、この曲は俺海洋博用に作られた曲だと思ってたんですけど、実際に作られたのは78年とか9年らしいので、どうやら違うのということだったので、もしかしたら聞かれたことがある曲かもしれませんが、千田貞夫さんの曲でバイバイを聴いてもらう曲、
い虹の空を運んで全てを流す雨の中で尊き人を探して you
の本堂という感じで歌詞は作ってあるみたいで、それぞれあの島によって方言が違うので、例えばあの何だろう、ありがとうは本堂ではなんだ二声でいいのかで、宮古ではタンディカダンディで、八重山ではミーファーユーかな、で、あと、なんだっけ、与那国ではアラグスガラッサですか、みたいな感じですごい違うので、ただ、言葉自体は今はもう沖縄山特地といって、まあ、ヤマトの言葉のを沖縄風の、まあ、イントネーションで言ってられる方が多いんですけど、今はだんだん伝えてきて、あの八重山の八重山言葉の、ユニセフの消滅危険の言語っていうのでなんか認定されるようなものがある。宮古島のミラクスっていうのは結構皆さん使えるようなんですけどね、そんな状態みたいです。ただまあ同じ日本なので、あの東北の方言があるのと出雲の方言があるのと同じようなものだと思います。で次最後の曲、あのナイチャーレキの最後の曲で、あの神谷千尋さんのが歌っておられる空よ海よ花よ太陽よという曲をやります。大丈夫です。間違ったら間違ったら弾きます。はい。Thank you.
んですけど、私あのピッピッピッって鳴るのがやりたいんですけど、いくら練習してもできないです。できる方いらっしゃいますか？いつかできるようになりたいなと思います。どうもありがとうございます。